萩ギ村は、静岡県灰原郡南部にあった村である。現在の牧野原市西部から西北部を占めていた。合併後、白井部落の飛び地だった部分が灰原町に移管された。現在も牧野原市白井、牧野原の二つの大技には、相良局と灰原局の二つの郵便番号がある。東東海南部の平坦部では最も面積の大きい村だった。 南東部の海岸線に続く平地では稲作や疎災園芸が行われ、西部、北部の牧野原大地ではお茶の栽培が行われていた。東、萩間から牧野原サービスエリアに抜ける県道の峠部分には、見渡す限り一面の茶畑のところがある。村を補い北西から南東へ、県道が縦断し、金谷駅と相良町を結ぶ萩間線の路線バスが走っていたが、 市街地は形成されなかった。県道の西を萩館川が流れているが、橋が少なく、川の右岸地域、特に原と呼ばれる地区は、車社会になるまでは、非常に不便なところだった。西萩館の大閤寺に伝わる、古生まれ石の伝説は、演習7不思議の一つになっている。1993年に、地区の北西端に、 東名高速道路の相良牧野原インターチェンジが開設。前後して、次第に工業団地が造成され、鈴木自動車牧野原工場をはじめとするいくつかの工場が立地したが、バブル崩壊後だったため、計画したほどの工場は集まらなかった。地区民の高齢化が進み、一人暮らしの世帯も多くなっている。ありがとうございます。